はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、D 払いお買い物ラリー8月はドラッグストアスーパーで D ポイント30%還元キャンペーン、セブンイレブンで D 払い最大25%還元キャンペーンも開催ということで、今回は D 払い8月のキャンペーンについてですね、今回はキャンペーンを大きく分けて2つお伝えします。まあ、それぞれですね、まあ、対象店舗であったりとか、まあ,あ、ルールなどがありますので、それも含めて簡単にサクッとお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 それではまずはこちらからですね、8月はドラッグストア、スーパー、D 払い、お買い物ラリー、プラス10%、プラス最大30%還元キャンペーンということですね。こちらのキャンペーンなんですけども、8月の3日から8月の31日までの、まあ、約1ヶ月弱のキャンペーンとなっております。 今回はお買い物ラリーということですので、まあ今ここにも出ているように、利用した加盟点数が増えると D ポイントの還元率がアップするということになっております。なのでまずは1加盟点のご利用で、ここで10%分が還元されると。そしてそれに加えて2加盟点以上ならプラス30%まで最大受けることができるということですね。これめちゃくちゃお得ですよね。 で、先にですね、今回のキャンペーンの対象の加盟店をお伝えしていこうと思うんですが、この D 払い加盟店ドラッグストアということで、ツルハドラッグ、ウェルシャーグループ、サツドラ、マツキオ、あとは V ドラッグ、セイムス、薬、スギ薬局、ここからファインサンドラッグということで、それに加えてですね、ちょっとここには出てないんですけども、他にもざっと、ま、いろいろと加盟店は結構あります。 で、もし九州の方お住まいであればですね、ここのドラッグストア森も対象となってますので、ぜひま九州お住まいの方はですね、こちら利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。で、次に D 払い加盟店のスーパーの方ですね。スーパーの方はざっとこんな感じとなっております。まあ、僕はちょっとあまり知ってるお店特にないんですが、山屋というお店は結構知ってるので、まあ、こういったところでもちょっと利用してみようかなと思います。で、他にもですね、一応キャンペーンのページには出てるんですけども、ご覧のようなお店であれば、 キャンペーンの対象ということになっております。なので、ご自身がね、住んでる地域に、それらのスーパー、ドラッグストアがあるか、まずは先にそちらをチェックしてみるのもいい方法かなと思います。で、ちょっと細かいところ入っていこうと思うんですが、まあ、先ほどキャンペーンの期間をお伝えしたんですけども、8月の3日から8月を31日。で、それに加えて必ずエントリーが必須となってますので、参加する際にはこれをまず忘れないようにお願いします。で、冬定限に関しては2000ポイントまで。これは D ポイントとして付与されます。 進定時期に関しては2020年9月末以降ということですねで予告期限に関してはポイント発行から3ヶ月間ということになってます ま、今回のこのお買い物ラリーの、ま、ちょっとした条件を、ま、それぞれ見ていこうと思うんですが、ま、ここは先ほどもお伝えしたところですね、プラス10%還元対象となる方は、1つの加盟店で D 払いのコード決済で支払いをされた方、で、プラス30%還元の対象となる方は、2つ以上の加盟店で D 払いのコード決済の支払いをされた方、まずはこれを大前提に置いといてください。でですね、ま、もう少しちょっと細かいところがあるんですけども、ま、キャンペーンページに例が載っておりました。 まずここですね、スーパー A で1回以上お支払いをして、その他の対象加盟店でお支払いがない方の場合は、プラス10%還元の対象ということですね、まあ。とりあえずまあ1店舗だけまあお買い物しても、ただ単にまあ10%分の還元を受けることができるということですね。で、続きまして、スーパー A のまあ〇〇店って書いてるんですけども、まあ、分わかりやすいように朝日店としましょう。で、ここで1回以上支払って、スーパー A の 有費店。まあ別の店舗ですね。それでも1回以上お支払いされた方は、それでもプラス10%還元の対象ということになります。 で、最後ここですね。スーパー A で1回以上お支払いをして、スーパー B でも1回以上お支払いされた方は、プラス30%還元の対象ということですね。なのでまあ、何々店で分けるのではなくて、別々のスーパーとかでお買い物、まあお買い回りですね。それをされた場合は10%還元。で、それに加えて30%還元を受けることができるということですので、ここは必ず間違いないように押さえておいてください。 で、あと、ここも一つ気をつけてほしいんですけども、キャンペーン対象外のお買い物ということで、まあ、ここ最近のね、D 払いのキャンペーンの傾向になりつつあるんですが、D 払いのお支払い方法を D カード以外のクレジットカード、D カードプリペイドに設定された方のお支払い分は対象外となります。あとは D 払いの ID でのご購入に関しても対象外と。で、あとは D ポイントのご利用分に関しても対象外となりますので、ここに関しては、 お気をつけください。以上がお買い物ラリーのキャンペーンについてでした。それでは次ですね。じゃんということで、本日またこちらも発表されました。セブンイレブン限定 D 払い最大プラス25%還元キャンペーンということですね。まあ、全部が全部25%還元されるというわけではなくて、まあ、そこもしっかりとお伝えします。まずここですね。初めて D 払いのアプリで支払いをされる方、こちらに関しては25%分の還元を受けることができます。で、下のところの、これまで D 払いアプリでおしゃれがされたこと ことがある方ですねまあ、僕はずっと d 払い使ってるんですけどもそういった方に関しては5%分の d ポイントが還元されますのでここに関してはお気を付けくださいで、キャンペーンの期間は8月の1日の土曜日から始まりまして8月の16日の日曜日までとなりますなのでまあ約半月ぐらい開催されるキャンペーンとなりますねで少し細かいところもこちらもピックアップしてます で、もちろんこの D 払いキャンペーンあるあるエントリーが必要となってますので、必ずエントリーを行ってください。で、あとここ間違えないようにしてほしいんですけども、ここですね、一決済あたり税込み700円以上のお支払いで、 初めて D 払いで決済される方の場合は25%還元。で、これまでずっと D 払いを利用されてた方に関しては5%分の還元がされます。なので、例えばその699円とか、まあ、500円とか、そういった感じでお買い物された場合は、キャンペーンのこの5%もしくは25%分の還元を受けることができませんので、ここは間違えないようにお願いします。一決済あたり税込み700円以上というところですね。で、続きましてこちらも先ほどのものとちょっと似てるんですけども、支払い 方法に関しては電話料金合算払いもしくは D カードでの支払いであとは口座払いが対象となります。 なので、ここに青文字で出てるように、D カード以外のクレジットカード、そして D カードプリペイドに関しては対象外となりますので、ここも間違えないようにお願いします。そして、新定条件に関しては、合計1000ポイントの期間用途限定のタイプの D ポイントということになっております。まあ一応ですね、セブンイレブンで参加されるということで、今現在、まあこの期間中にセブンイレブンで開催されるキャンペーンをですね、サクッと引っ張ってきました。今出てる3つのキャンペーンですね。 ま、こちらのキャンペーンも見ていただいたらわかるように、今左側に出ている三ツ屋サイダーであったり、ロッテのトップであったりとか、ビタミン野菜というドリンクを買った場合は、右側の商品の1個無料引き換え券がもらえるというようなキャンペーンとなっております。で、発券期間ということで、8月の3日の月曜日までであれば、今一番上に出ている三ツ屋サイダーですね。これに参加することができます。あと一番下のビタミン野菜のキャンペーン、これを、 購入することとで多いお茶のい茶のの1本無料引き会見がもらえるとこれが8月3日の月曜日まで。あと真ん中に出てるロッテのトッポですね。これを8月4日までの間に購入したら、今右側に出てる僕初めて見たんですけども、カルビーのトウモリコというようなお菓子の1個無料引換券がもらえるということになりますので、まあ、ぜひまあ合わせ技としてまあこういったものを購入する際に使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。 ということで、日程だけまとめですね、D 払いとセブレベルのキャンペーンに関しては、8月の1日から始まって、8月の16日まで。で、D 払いのお買い物ラリーに関しては、8月の3日から、まあ週明けの3日からスタートします。で、8月の31日までとなってますので、ここは日付間違えないようにお願いします。まあそんなこんなで今回は8月の D 払いのキャンペーン、大きく2つ分けてお伝えをさせていただきました。いや、ほんとね、ここ最近の D 払いの力の入りは結構尋常じゃないなっていうぐらい、 かなりキャンペーンに力を入れてるなと思います。まあ、換率はね、下がったのはいいものの、普通の私生活をする上で、かなり役に立つキャンペーンが結構多いので、僕としたら結構助かってるかなと思います。もちろんね、全部が全部使い切れてるわけではないんですけども、まあ、せっかくなので、 ま、先ほどのドラッグストアとスーパーでちょこちょこまあセブンイレブンのキャンペーンも使っていこうかなというふうに思っております。今回お伝えしたキャンペーンのリンク、それぞれ下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 はい。ということで、今日ですね、僕のツイッターもちょっとあのピックアップをしたんですけども、まさかのね、ま、あいろんなこうヤフー関連のサービスがペイペイに名前が変わるということで発表がありました。まあ、例えば今一番上から見ていただくとわかるように、クレジットカードであればヤフージャパンカードに関してはペイペイカード、で、銀行に関してジャパンネット銀行に関してはペイペイ銀行、ワンタップバイ、 これは PayPay ペイペイ証券で。Yahoo Japan 保険に関しては PayPay ペイペイ保険。YJFX に関しては PayPay ペイペイ FX。YJAM というんですかね。このサービス初めて知ったんですけども、こちらに関しては PayPay 投資ということになると。まあ、順次変わっていくということですね。 あ、ここ今出してなかったんですけど、とりあえず2020年秋以降、PayPay ブランドに統一すると発表ということでですね。まあ、ここはね、いろいろ賛否両論あると思うんですけども、まあ、僕個人的には、あの、PayPay ドームっていう、ヤフオクドームの名前が変わって、PayPay ドームになった時の衝撃が結構強かったので、 まあ、あまりね、ペイペイカードとかペイペイ銀行ってのはあまり結構違和感がないなというふうに思ってます。ちなみに、この YJ カードに関しては、ペイペイカードにまあ社名を変更するということで、まあ、ちょっと記事にもちょっと載ってました。で、サービス名に関しては、ヤフージャパンカードは継続しつつ、新たにペイペイカードを追加するというふうに載ってたので、まあ、特に詳細について触れてはなかったんですが、まあ、新たにねヤフージャパン以外のカードが出てくるのか、まあ、ちょっとそこが 少し気にななるととこかなと思います、まあ、ただ単に Yahoo!JAPAN カードが新たに PayPay ペイペイカードになるだけなのかデザイン変わるだけなのかまた新たに PayPay ペイペイカードという新しいのが出て何かしらのこうキャンペーンとか出ればねそれはそれちょっと面白いのかなと思いますまあ、それも含めてね2020年秋以降ということでしたので、まあ、そこもちょっと気長に待ちたいなと思っておりますまあ、こちらに関してもね公式リンクも一応貼ってますので気になる方はぜひチェックしてみてくださいありがとうございました